こんにちは、ママデイズです。雪印ビーンスタークの提供でお送りいたします。ミルクは薄めなり濃くしてもいいのでしょうか。付属のスプーンを使って表示通りに承認しましょう。スティックタイプなら正確に承認できます。飲むのが早い場合どうすればいいのでしょうか。キャップをきつく閉めて時間をかけて飲ませましょう。飲みながら寝てしまう量は足りているのでしょうか。1日の全体量で調整すれば大丈夫です。縦抱きにして月放させてから寝かせましょう。ミルクは太るのでしょうか。動くようになれば体が締まるので心配ありません。それでも心配な場合は麦茶などを与えましょう。外でのミルクの計量どうすればいいのでしょうか。スティックタイプなら計量いらず、使い切りタイプだから簡単です。健やかエマンスティックタイプは母乳成分配合、計量いらずの便利なミルクです。